武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は電気通信大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、物理と合わせて120分という形になっていて、配点がですね、理科200点に対して化学は80点、物理120点という形になっており、化学の方が配点低めとなっています。でこちらの点数に関しては理科重視か数学重視かでちょっとその200点をベースに配点変更になるような形になっています。で、問題ですが、大問が2つ、出題されています。で、まあ、特徴としては計算と論述問題が多く、まあ、実験過程を説明せよみたいな問題も出るので、ちょっと書く練習してないと解けない可能性が高いかなという形ですね。なので基本的なレベルとしては、まあ、日大レベルやマーチレベル、がメインなので、まあ、特に日大レベルが、大体なので、書けさえすれば割と日大レベル参考書終わってるだけでもいけるかなっていう気はするんですが、ただ正直その書く練習をすること自体が問題集でやるってなると、なかなか、そういうのに特化している参考書っていうのは少ないので、まあ、例えば国公立標準問題集、キャンパスなど、国立の、過去問など、集めているような問題集でやっていく、必要があるかなというふうに思います。でまたある程度その科学の、最新情報などを押さえておく必要もありますので、まあ、資料集だったり、などは、ちゃんと読み、込んでおきましょう。で実験過程の説明が、出る、だったり、なんでこうするのか説明しなさいみたいな、理由説明なども出てきますので、こういった部分を記述しようと思うと、まあ、それ書かなきゃいけないっていうふうに思ってやってないと、なかなかそのしっかり目を通して自分で書けるようにしているってことはできないかと思いますので、そういった部分を意識を持って取り組むように心がけてください。で出る範囲に関しては、まあ、総合という形で、まあ、大問が出てきますので、まあ、こちらでですねしっかり回答できるようにしておきましょう。で2016年は大問2つだったんですが、2015、4は大問3つだったので、まあ、大問が、2つで、あることが必須という、毎回というわけではないので、まあ、2つ3つ程度出てくるという形で考えておいてください。理論向き有機どの範囲でも、まあ、苦手分野は作らずしっかり固めておきましょう。以上が科学の勉強となります。